他県神社は愛知県小牧市にある神社である。式内商社で旧社格は合社。毎年3月に行われる法年祭で知られる。県は県の旧自体であり、他県神社と表記されることもある。祭神はお年神と玉器命で五穀豊城と子孫繁栄の神である。社殿によれば、当地は太公殿命の屋敷の一部で、邸内で、 五国宝上の神であるお年神を祀っていた。玉木命は太閤殿命の娘で、夫が亡くなった後に実家に帰り、母親として立派に子供たちを育て上げると共に父を助けて、当地を開拓したので、その功を称えて神として祀られるようになったという。境内には弾痕をかたどった石などが多数祀られている。創建の年代は不詳で、 かなり古い神社である。古い土着信仰に基づく神社で、小宝と農業の信仰を結びつけた神社でもある。縁起式神明町にある、尾張国庭軍殿剣神社、常時3年の尾張国内神明町にある、十三味城田型天神に否定されている。現在地は旧葛外軍なので、後に遷座したことになる。毎年3月15日には、法年祭が行われる。 法年祭、または法年祭りと読み、平田これ古祭りとも呼ばれる。男たちが、大はせかた形と呼ばれる断魂をかたどったみこを、担いで練り歩き、小ぶりな断魂をかたどったものをみこたちが抱えて、練り歩く。それに触れるとこを授かるという伝承がある。大はせかた形は、直径60センチ、長さ2メートル余りで、毎年新しく、檜の木で作られ奉納されている。 この祭事は、断根を、天、女院を、血と見立て、天からの恵みにより、大地が潤い、五穀豊穣となることと子宝に恵まれることを祈願するものである。春に行われる理由は、新しい生命の誕生をも意味するからである。なお、少し離れた場所にある、犬山市の大賢神社の法年祭が大になっており、こちらは女院をかたどった出しなどが練り歩く。ありがとうございます。